「投資ルール13か条」はい投資ルチャンネル」をご覧いただきましてありがとうございます。 この動画では、楽天証券の金融メディア投資ルで実施した読者アンケートの結果をご紹介しながら、皆さんと一緒に投資やお金について考えていきたいと思います。進行を務めます大里基洋です。そしてこの方です。石原潤です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。石原さん、今回のテーマです。はい、あなたの投資のルーティンを教えてくださいと。 難しいですねねルート長ただね私はね昔あのー、相場でね、うん、損するとカーッとくるわけですよでその時上司にいつでも言われたのは「お前深呼吸しろと」と<う>まずは、うん、でね「その後トイレに行って顔を洗ってこい」と。とね、えー、顔を洗うって帰ってくるとね気分が変わってちょっとすっきりするす感じですよ、ね。うん でまあ私はそのぐらいで済んだんですけど、うん、それでもねなんか外れ続けて曲がり続けてる成績の悪い運用者がいましてその人はね前寺にいられらてましたねうそお前根性が曲がってるから相場で稼げないんだとか言われて今の時代で言ったらパワハラになるかもわかりませんけどあの寺に行ってましたよ本当に。それ修行することによってそのなんていうの 変な人がいて、うん、お前は背骨が曲がってるから儲からないんだって言われて強制的にめちゃくちゃ高い新宿のねカイロプラクティックに行ってこいとか言われて <laughs> まあ相場やってる世界の人っていうのは元を担ぐんですよで川崎大事でね100万円のあのなんだっけだかの <laughs> そうそうあのー、勝,勝利の神様かなんか知りませんけどねあ<ー>まあそんなんからもう数えたらキリがないんですけど まあ要するにね、信じる者は救われるみたいな世界で、ただ私はね、うん、一旦やっぱりクールダウンというのは、その相場で熱くなっちゃうと必要でね、私は今あの自分の売買の70%から80%はもうコンピューターがやっとんですよ。だから人から楽でいいですねと言うんだけど、コンピューターが損してくれると私も一緒に落ち込むんで、 同じなんですよ。一緒なんですね。うん、まあ、あの優秀な演奏者と一緒でね。とにかく自分を見てるもう一人の自分が必要なんですよ。だから、渦中に入っちゃうと、人間って思考停止になるから。うん、えー、その思考停止を。まあ、あの冷ますにはね、なんかあのアンケートの答えにも。なんかあの書いてたけど、はい、散歩行くとかね。うん,うん。 そういう気分転換が非常に重要なんじゃないかと私は思ってるんですよちょっとじゃあそのアンケートをご紹介したいと思います、はいはい、投資で失敗した時考えをリセットしたり切り替えるルーティーンはありますかというふうにアンケートを行いました、えー、失敗した時など特定の時にするルーティーンがあるよという方が8.2% 日々の運用で意識していることがあるよという方が29.8%、ねうん、そして心がけていることはないという人が62でした、うん、ほとんどの方がね心がけていること特にないということでしたけれども、えー、とルーティーンでこんなことしてるよというのを3つまずあるんですけど「投資はなくなっても良い範囲で行う」。 後悔しない、それから長期で反省し、失敗を繰り返さないように勉強を続けるというふうな方がいらっしゃいました。うん非常に立派な回答ですね。<laughs> そして相場を離れて散歩に行って、マインドを整理するということで。うん、石原さんもね、散歩を時々されてらっしゃる。え、散歩というか、私はまあ、最近は散歩というより、自転車に乗ってね。いいでね結構遠出すると気分が変わるんで。うん、あと、あの近所のね、家に行って、あの犬貸してくれと。 で、犬の散歩に行くわけですよ。犬っていうのは、どこ行くかわかりませんので、相場と一緒だなと。思いながらね、<ー>犬を散歩させてると。ちなみに、何犬ですか?。いや、それは、あの、えー、っと、マルチーズです。あら、可愛い,いですね、はい。まあ、そういうあれでね、誰人の犬、勝手に、あの、散歩させるなと。怒られちゃうんだけど。<笑><笑> こんなコメントもいただいたただので紹介します暴落を1回経験することで怖さを知ったしかし暴落を2回経験すると暴落がチャンスということが分かりワクワクする気持ちにもなったつまり暴落を経験することはマイナスどころかプラスになった。 暴落ってね、難しいんで、どこがそこだってわからないでしょ。うん、だから、利下げの途中で買うと、暴落しとる時って大概どこの中央銀行も利下げしてるんですよ。で、金融緩和してるのになんで下がってるのと。いや、その前にバブルしてたから下がってるだけで。うん、でじゃあ、どこでそこを打つのかっていうのはね、今のところアメリカの、ね、株で言うと、金融当局が、 えー、正式に認めてる量的緩和っていうのは、うん、えと前バーナンキン始めた、e、1, 2, 3, 4と4回やってる私はだから次の、ねえー、株のね長期の絶好の買い場は QE5 なの、ね。で今も実は QT やりながらアメリカステルス QE とかねノット QE ってそういう疑似 QE はダメなんだけど。 えっと次のねしかるべき QE5 っていうのが、えー、会話になるんじゃないかなと私は思ってる、うん、石原さん、うん、あのルールみたいなものをまとめたものありますか私のねえー、っと投資ルールっていうのがあって13か条に選べるそれをねこんなもんはね私も人に偉そうなこと言えるいいもんじゃないし自戒を込めて言ってるんですよでね 要するに、えー、相場っていうのはね、皆さん、タイミングを当てるゲームなんですよ。相場感が当たったって言ってよくね、評論家はそれでいいんですよ。いや私、円安言ってたら、円安今言ってるじゃないですか。いつかね、<と>いつか円安になります。で相場感なんて、いつかは当たるんです。ね。私が今、円安になるとか、円高になるとか、まあ、最近、両論兵器で両方言う人も多いんですけど、当たるに決まっとるじゃないですか、いつかは。 だからタイミングが当たらなかったらあれで,でこれはね相場を何ヶ月とか1年とかやった人はもうみんな分かると思うんだけど相場感が当たったって儲けることと何にも関係ないですよ、はいうん、大札さんがね、えー、ドル円は上がるとあるいは株は上がるっつって買い差し値入れましたと。そ、ね、したら10円、えー、差し値してたら10円、えー、もう10円下がったら約定したんだけど。うん その10円手前で大笹さんの注文止まっ注文の手前で止まっちゃって株上がっちゃったと大笹さんの相場感は当たっとるけどね差し値してて引っかかりませんでしたと何の関係もねえじゃないですか、はい、だから相場の実践でね儲けることと相場感が当たることなんか何にも関係ない。はい、で基本的に相場っていうのは何かっつったら私は確率にかける原理で。 要するに、部のいいとこで入ると、ね、いうことが一番大事。はい、で。まあ、相場はね、あと、まあ、三つ目、うん、防御の上に成り立ってんだと。ね、資産管理を放棄してね。資産管理は一番相場で大事なんですよ、皆さん。当たる外れるのゲームで、相場はみんながやるんだけど、当てたい。ね、外れたい中止はいないから。当てたい、当てたいっつって始めるんだけど。じゃあ、相場の終われって、どこですかと。 お金がなくなったらゲームオーバーということは最終的に相場っていうのは、ね、欲望で始まって大笹さんみたいな当てたいと儲けたいと <laughs> <で>、えー、終わりはどこかっつったら資産管理のゲームとして、えー、お金がゼロになりましたとそこで終了するわけじゃあゼロにならないためには何をしたらいいかっていうのを考えないといけないと、うんはい、でね、えー、素早い意思決定をしないと相場っていうのは待ってくれないんですよ、うんうん 買いだと思ったらすぐ買わないといけないし売らないといけないというのがあってね相場には実はでうだ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 あでもないこうでもないと。タイミング逃しちゃいますよ、はい、で、えー、次が一番大事なのごろ感ですね、うんうん、相場に皆さん寝ごろ感なんていうのは為替もそうだし株もそうだけど百害あって一理なしということなんですね。 で、私はね、自分のシグナルで買いシグナルが出たら、日経平均がね、10万円でも買うわけです。寝転感なんか関係ない。はい。ね、うんえー。ついこの前3万円やったのに10万円だったから買えないってことは私はないんです。シグナルが出たら必ず買うと。うん、で、よくその、自分のしていることを理解するって私は言うんだけど、自分のしていることをあなた分かってますかと。分かってるつもり。 やってるつもり、つもりの人ばっかなんですよ、これ。そうやって言って、なんか石原さんに怒られたことが。あります大笹さんもやってるつもりと、<laughs> 知ってるつもりと。いや、つもりと知ってるのは、知ってるつもりと、全然違う。うん、だから。何のために、何をしているか、ちゅうの、常に意識的にやらないと、はい、んで、私は、その。えー、っと、最大のね、まあ、悪い例えでも悪いけど、ナンピンちゅうのは、そうだと思ってる。自分の損がどんどん増えてるのに。 縦玉バンバン増やしていくと。いや、儲かってるのに、えー、自分の、えー、ポジションが儲かっててね、ポジション積み上げていくってうんならまだわかるんですよ。損してるのに、何ピー入れまくってどうすんですかと。それは合理的じゃないわけです。だけど人間心理は必ずそれやってるく。で、平均コストを作って、えー、平均回帰してくれればいいんだけど、また戻ってきて。 日本の89年12月に買うと7,000円までずっと下がるんですよ。それって、えー、やってやぱまずいでしょうと、うん、で私はね総資産の10%を失ったら一回全部手締まって休みなさいと言ってるわけ、はいうん、20はねちょっと人によってダメージがでかすぎて、えー、先ほどの,あの投資の,あの続けられるかどうかちていう問題なんだけどやめちゃう人が多い。 な一応1割減ったらやめなさいとでもう一つはね苦境に陥っても自分の決めたルールを守ると、うん、これは私は自戒を込めて言ってて私は今言ったような順張りトレーダーなんだけど順張りで儲けない儲からない年が何年かあったん90年代に急に逆張り投資家に変身した <laughs> クビになった <laughs> お前順張りだっていうことでトレンドが出たらこの運用者は儲かるっちゅうことで資産配分してるのに<ー>逆張りやっとるとは何事だとなな儲けたとか損したとか関係なくて、うん、言ってることと違うことしてるっちゅうことはもうすぐクビになっちゃうまあそういうのがまあ欧米の世界ということですね。で、えー、まあだから自分の決めたルールっちゅうのを守らないとね、うん、えなんかあの えー、ぶ,ぶれまくってると一番最悪の結果を招くとで相場に一気一憂しないと50%の確率で売りとかいしかないんだから損するんだから損してもああ損したかと思ってればいいということですねで一番ダメなのはあの追い込まれてやる確かに追い込まれてやってもうこれだけ損を取り返そうなんてやるとねもうその時点で思考停止になってるんですよ。うん で取ってるポジションもあの周りの人が見てたらこいつ何やっとるんやみたいな、うんえー、漫画みたいなトレードになっちゃってまあ余裕のないトレードっていうのは必ず負けることになってるんで相場がちょっと下がってきた時でもドキドキするんですよやられてる時にそういうポジション持つと。うん、であとはね<っ>なんとかなるという色紙をね、はい、私はある人からも,もらいましてね えー、天才バカボンのこれでいいのだというのと何とかなると2つ色紙が貼ってある、ね。で損した時はそれを見てるとこれでいいのだと。うん、で、要するに楽観的でないと。はいねえー、それこそ今日ね、えー、なんだっけ家一軒分損したとか、うんえー、車一台分損したなんて考えて相場やってると夜も寝られませんよということでね。まあ何とかなるんですこの世は。 まあそういうね楽観的な姿勢まああの規律はまの守らないとダメなんだけどで何か焦って何かやろうと思った時には相場は明日もあるということでねえー、要するに楽観的にやった方がいいとねあんまりあの慌ててね、えー、短期的にバタバタ振り回されてると相場っていうのはろくなことがないとで最後に皆さんに言いたいのは楽天証券さんにはね営業妨害になると思わないと。<laughs> だろう信じられないほど儲かったら<ー>もうね、えー、一生寝ててね大里さんがね、えー、30億稼ぎましたと<ー>私はカリブ海のね、えー、クルーズやってますといいなそういうくらい儲かったら、はい、もう引退した方がいいですよと<っ>信じられないほど儲かったらですよまあそういうことはね、うん えー、信じられない儲かったらほど儲かるっちゅうのはね異常な相場なわけだからう、ね、もう手を引いといた方がいいということでねまあ一番大事なのは自分が最初にルールを決めてそれを守ってやらないと相場っちうの長く続けられないと大笹さんがラーメン屋やってて1日5万ずつ損すると、ね、月にいくらだとその三30倍でしょ それでもやめられないんですよ、なかなか経営って。だからそこは損切りしなきゃダメですよ、というのがね、今日の話で。まあ、まあなかなか口で言うのは簡単で、ルールを守るっていうのは難しいでしょ私もね、実は皆さんできない。だから、えっと、もう私の注文っていうのはね、それ以外にももう注文が出たとこからストップのポイントっていうのは決まってて、撤退するようになってるんです。 だからそれをね同時に入れとくのが一番いいと思いますよ。うん、で入れといても皆さんほとんどの人がストップロスの値段に近づいてくると注文取り消し大沢さん見てて入れちゃうわけです何で知ってんですか、ね、<laughs> いそういうことをしてるとね <laughs>、えー、道に迷っちゃうんで、はい、ルールは、えー、しっかり守って、えー、正しい運用をしましょう。 いうことですねはい、えー、たくさんのコメントをいただきました。ありがとうございました他のテーマの動画もぜひチェックをしてみてくださいこの動画が面白い参考になったと思った方はですねぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします